自民党の石橋ゲ総裁が高知一区選出の中谷現衆議院議員を防衛大臣に起用する方針を固めました2014年にも防衛大臣を務めていて再当番という形です中谷現衆議院議員は1990年に初当選現在十一期目で2001年からは防衛庁長官を2014年から2016年には防衛大臣を務めました 27日に新総裁に選ばれた石破茂総裁が新内閣で中谷議員を防衛大臣に起用する方針を固めたことが JNN の取材で分かりました臨時国会はあす召集され石破内閣が組閣されます